鎮子島とは、北海道阿部田郡東屋湖町にある、陸圏島。東屋湖に浮かび、湖畔とはさすでつながっている。周囲、約200メートル、面積、約2000平方メートルの無人島。東屋湖の湖面からは1メートルほどの高さしかない。島内には、小道があり、2つの石碑と4等三角点、鎮子島がある。陸圏島であるが、 東屋湖の増水時にはさすが水没島が孤立することがある。地名の由来は一説では季節によっては歩いては垂れることから珍しい小島の意味で名付けられたとされている。付近の湖畔は鎮小島公園として整備されている2000年のうっさん噴火では地盤変動が鎮小島周辺にも及び断層跡が現在も公園内の段差として保存され、東屋湖うっ ジオパークのジオサイトとなっている。周辺地区をチンコ島地区、またはチンコ島周辺地区と呼ぶことがある。2000年には、物産噴火により、チンコ島地区の全員が避難した。近隣にある北海道道2号東屋湖上り別線の歩道には、当地に由来するチンコ島歩道橋がある。その地名の読みから、チ地名として紹介されることがある。 2019年10月に放送されたテレビ朝日系のドラマ相棒シーズン18の初回スペシャルのロケ地となった ABCDEFGHIJ 読み方は鎮子島東野後半に浮かぶ鎮地名鎮子島とは北海道ファンマガジン北海道リレーション株式会社2020年2月2日閲覧 ABC なんじゃこれ 珍百景2012年6月15日。何これ珍百景。テレビ朝日。2020年2月2日閲覧。東屋子ウッサンジオパークジオサイトデータブック。東屋子ウッサンジオパーク推進協議会。2020年2月2日閲覧。ウッサン噴火災害教訓情報資料集。第4期被災地応急対応基調機避難と避難所。生活。内閣府。 2020年2月2日閲覧。水谷反町生涯タックへ裸の付き合い相棒シーズン18で3日連続温泉スポーツ放置 HTTPS 放置ニュースアーティクルズ2019902オート 1T5266HTML。ありがとうございます。